皆さん、こんにちは。12月29日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。本日は12月29日の誕生花であるホオズキとウドントグロッサムについてお話しします。これらの植物はそれぞれに独特の美しさと興味深い背景を持ち、私たちの生活に魅力を添えています。それではホオズキとウドントグロッサムの魅力について見ていきましょう。まず、ホオズキの花言葉と原産地についてです。ホオズキの花言葉は偽りの愛と欺きであり、これはその鮮やかな外見と中身のギャップがもたらす印象から来ています。原産地は日本を含む東アジア地域で、この地域の多様な環境に適応しています。ホオズキは日陰を好む植物で、半日陰の環境でよく育ちます。次に、ホオズキの学術的特徴についてです。ホオズキはナス科に属し、特にその鮮やかなオレンジ色の袋状の実が特徴的です。夏には白い花を咲かせ、これが後に特徴的な実へと発展します。秋になると、これらの実は明るいオレンジ色へと変わり、袋の中には小さな実が入っています。このユニークな外観は庭園や生け垣などで目を引くポイントとなります。ホオズキの花と実は視覚的にも非常に魅力的で、日本の夏から秋の風物詩としても親しまれています。その独特な形状と色彩は庭園やインテリアの装飾にも用いられ、文化的な意味合いも持っています。このようにホオズキはその偽りの愛と欺きという花言葉、鮮やかなオレンジ色の袋状の実、そして夏に咲く白い花によって、東アジアの自然と文化に深く根差した植物です。その魅力は庭園や生活の中で多くの人々に感動を与え続けています。ホオズキはただの植物以上の存在であり、その独特な美しさと文化的な背景が人々の心に深く刻まれています。日本ではホオズキはお盆の時期に特別な意味を持ちます。お盆は先祖の霊を迎える日本の伝統的な行事で、この時期にホオズキの実を飾ることがあります。その明るいオレンジ色の袋状の実は先祖の霊を迎える灯籠として使われることがあり、家族や家の安全を守る象徴とされています。このようにホオズキは日本の文化において重要な役割を果たしており、伝統的な意味合いを持つ植物です。次に、ガーデニングとしてのホオズキの人気についてです。ホオズキの独特の実は秋の季節にガーデンやインテリアを飾るのに非常に人気があります。その鮮やかなオレンジ色は秋の庭園や部屋の中に彩りを添え、装飾的な価値が高いです。またホオズキは比較的育てやすい植物であり、日陰を好む性質があるため、様々な環境で育てることができます。このため、ホオズキはガーデニング愛好家にとっても魅力的な選択肢となっています。このようにホオズキは日本の伝統と文化において特別な役割を果たすと同時に、その独特の美しさでガーデニングやインテリアにも広く用いられています。ホオズキの実は秋の季節に自然の美しさと文化的な意味合いを加える特別な存在です。その魅力は日本の自然と文化に深く根ざしており、多くの人々に感動を与え続けています。ウドントグロッサムの花言葉はあなたに魅せられてで、これはその魅力的な外観が人々を引きつけることから来ています。原産地は中南米の高地で、特にアンデス山脈周辺に自生しています。この地域の特有の気候と土壌はウドントグロッサムの成長に適しており、自然環境でのその美しさは目を引くものがあります。次に、ウドントグロッサムの学術的特徴についてです。ウドントグロッサムは蘭科に属し、その大きな花弁と洗練された色合いが特徴です。この蘭は様々な色や形状があり、その中でも特に美しい種類として知られています。花の色は白、ピンク、紫、黄色など多岐にわたり、しばしば花びらには独特の模様が見られます。これらの特徴はウドントグロッサムを蘭の中でも特に魅力的な種類にしています。
オドントグロッサムの花はその独特な美しさで、欄愛好家や園芸家から高い評価を受けています。ガーデニングや温室栽培においても人気があり、その洗練された外観は多くの人々を魅了してやみません。このようにオドントグロッサムはそのあなたに魅せられてという花言葉が示すように、その魅力的な外観で人々を引きつける軟化の植物です。中南米の高地原産であり、その独特な美しさは蘭の中でも特に注目されています。オドントグロッサムの花は自然の中での洗練された美しさの象徴であり、その魅力は今もなお多くの人々に愛されています。オドントグロッサムはその美しさと品種の多様性から蘭愛好家の間で非常に高い評価を受けています。特にその洗練された花びらの色合いと模様は他の蘭種とは一線を画す魅力を持っています。様々な色や形状が存在し、その中には非常に珍しいものもあります。これらの特徴はオドントグロッサムをコレクターの間で特に求められる品種にしています。次にオドントグロッサムの栽培の難易度についてです。オドントグロッサムはデリケートな植物で、栽培には適切な環境と注意深いケアが必要です。これらの植物は特定の温度、湿度、光の条件を好み、これらの条件が整っていないと健康な成長は難しいです。しかしこれらの要件を満たすことができれば、オドントグロッサムはその鮮やかで洗練された花を咲かせ、見る者を魅了します。このようにオドントグロッサムは蘭愛好家の間で非常に人気があり、その栽培は一定の努力とケアを要しますが、その報酬は計り知れない美しさです。オドントグロッサムの栽培は蘭愛好家にとって挑戦的でありながらも、その成果は極めて満足のいくものとなります。この蘭は自然の中の洗練された美しさを象徴し、その魅力は世界中の多くの人々に愛されています。皆さん、ホオズキとオドントグロッサムについてのお話はいかがでしたでしょうか。ホオズキの偽りの愛と欺きと、オドントグロッサムのあなたに魅せられてという花言葉は、自然界の複雑さと美しさを象徴しています。これらの植物はそれぞれにユニークな特性を持ち、私たちの生活に色彩と深みをもたらします。これらの植物が持つ特性は、私たちの日々に新たな視点と喜びをもたらすことでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。